はい、今回のコラムはですね、レトロゲームもしくは復刻版のね、鉱材ですよ。鉱材好きだなと思いますが、今はねまた再び空前のレトロブームなのかなと思います。古いものがね軒並み値上がりしてますよね。いや、まあある意味ね、ゲームがまだ飽きられていないという証拠にもなっているわけでありますし、まあ逆に言うとね、ちょっと最新鋭のマシンに元気がないという感じでもあるのかなと思ってしまいます。でですね、まあそこはさておき、本当にねここ数年、おっさん向けというんでしょうか、もちろん現在はね男女隔てちゃいけないみたいなんで、まあ中高年向けになんかすごいでかい箱に入ってるやつとか特装版とかそういったゲームがですねいっぱい出てるような気がします。まあ今映ってるようなねスノーブラザーズとか、あとは最近だったら何でしたっけ、あのシューティングのトラトラじゃないな、サメか、サメとか、あとは究極タイガーとか、ああいった系ですよね。まあ80年代90年代を、まあ、駆け抜けたゲームタイトルが今いろんな形で復刻していると。まあさらにいろんなねプラスアルファ特装仕様になって、ちょっとお値段もね張ったものが出ています。その他ミニシリーズとか、最近はね液晶モニターを搭載した、まあ、セガのアストロシティミニとかイーグレット2ミニとかも出てますよね。あとはまあ任天堂で言えばゲーム&ウォッチの、まあ、復刻とかあります。まあいずれにしてもね、ターゲットはどうでしょう、40、50ぐらいの方でしょうか。まあ実際ね予約の時はぐわっと入りますけど、残ってますよ結構ね。ゲーム&ウォッチも値段が下がって今も棚に並んでますし、ある程度売れちゃうとそんなに売れないといった感じでしょうか。確かに、まあ、まあ自分のね息子くんに聞いても、ゲーム&ウォッチに発狂するかというと、えらいちっちゃい画面でゲームやってるなぐらいな感じですよ。確かにマリオやゼルダなんてはね新鮮だと思うんですけど、あえてゲームウォッチでやるのかっていうと、別にスイッチオンラインでタダでできるじゃんいった感じになっちゃっていました。まあそんなわけで、まあ実際ねこのレトロゲームやこの復刻してくるタイトルのメリットデメリットをねちょっとねまとめてみました。でまずレトロゲームですね。レトロゲームというのはまあなんていうのかな、そのまんま実機ですよ。ファミコンだとかスーパーファミコン、メガドライブ、PC エンジン、まあ現在はねプレイステーション2あたりまで、レトロの時代に入ってしまうんでしょうか。まあそういった意味ではかなりのねハードソフトがレトロゲームになっちゃっている感じがしますけど、レトロゲームのまあ良さはですね、古き良きゲームをね今現在体験できると。ただそれによってというか、そもそも人気のあるタイトル、販売数が少ないタイトルなんかはプレミア化しちゃってなかなか買えないと。で最大のデメリットはメーカーにお金が入りません。中古がね現在合法化されてますんで、残念ながらお金がね作ったメーカーには入りません。まあ一説によるとね、一部大手中古販売会社は何パーセントか戻してるっていうのはね以前聞きましたけど、今現在それが行われているかは分かりません。かつてはね中古は違法だということで裁判まで行われましたが、結果的には違法ではなく中古販売は合法となり、まあその時にね、まあ代わりの案として一部中古会社がお金を戻すということで一時合意しかけたんですが、まあ裁判でね中古は合法となったため、微妙にその辺がよくわからないうちに閉じてしまいました。
まあそれはさておき、いずれにしても、そんなにねメーカーにお金が戻ったからといってわずかな金額ですよ。だからレトロゲームが流行ってて非常にいいような気もしますけど、逆に言うと最新ゲームをですねプレイするチャンスを奪っているとも言えます。まあそれを上回るね楽しさを提供してればいいんですけど、なんとなく最新ゲームの方がね敬遠はしてないと思うんですけど、数がですねプレイする人数が減ってきちゃってるような気がしています。まあそういった意味でレトロブームをそのものはいいんですけど、それだけでいいのかっていう話になってきますよね。もう一つ最近多いのはこの復刻ですよ。かつてね、まあ次世代機戦争の頃に出た大人気ソフトというかレアなソフトをまあ復刻していたりとかしてます。それはね本当に復刻のメリットとしては、まあレア化したタイトルが今の時代にねまあ廉価というか通常の価格で蘇ってくれます。でまあ新しいユーザーにもね古き良きゲームを体験する機会が与えられますと。そしてメーカーにもお小遣いが入りますよ。まあお小遣いという表現が正しいか分かりませんけどもね、まあめちゃくちゃ儲かるわけではなさそうなんで、まあ企業レベルで見るとお小遣いぐらいのあれが入ってくるのかなと思いますよね。なのでレトロゲームをねただ中古でプレイされるよりはまだメーカーにお金が還元されるといったメリットもあります。そして最新の機器でかつてのねゲームをプレイするチャンスがあるというのはまあお互いにメリットがあるのかなと思います。まあそういった意味で非常に現在ね活発に行われている復刻というものなんですけどね。ただねこればっかりで本当にいいのかなっていうのが先ほどのレトロブームと一緒というかなった時に考えちゃうとこなんですよね。いやレトロゲームも別にいいと思いますし、復刻でね昔の良きものを楽しむのもいいんですが、やっぱり最新のものとか今まで体験したことのないようなゲームをまだまだね体験してみたいと思うのはありますよね。はい。まあそれが何なのかっていうのが正直分かりにくいというか分からないから、その場しのぎ一応需要がある復刻というものに流れてる面もありますよね。まあ確かに昔ほどねワクワクしなくなっちゃってるなというのがありますよ本当に。まあそんだけずっとやってれば飽きんだろうと思いますよね。まあそれもあります。なのでまあこれはね難しいですね。ずっとやってきちゃったから飽きちゃってんのか古い方がこう操作がね難しくないんで、どうしても復刻だレトロゲームの方に流れちゃうような気もしてますけど、だからといってね最新のもっとこう没入感のあるとか、あこんなゲームがまだあったんだというのが見てみたいという思いも当然あります。それが何なのかは正直わかりませんけどね。はい。わかんないんだけど、まあね、だからレトロとか復刻ばっかりだといつかこうこのねゲーム業界というのがしょぼくれちゃうと思うんですよね。で現在でも海外の方がねめちゃくちゃ金かけて一作作ってますよ。もはや日本では太刀打ちできないという、太刀打ちできる会社どうでしょう、世界に対抗できてる会社って本当にね一部分になってしまいましたよね。まあ日本の中でうまく完結してね会社が生き延びるというのも一つの手だと思いますし、世界に打って出てね世界で愛されるというか世界で大ヒットするゲームを作るのも一つの手なんですが、それはね万が一ヒットしなかった場合壮大にこけちゃったらね会社が傾きますからね。はい。この辺はどんなに勢いがあるからといって、まあ対策ソフトをね数年かけて
ドバッと出したところで、見事にこけたらもう、厳しい会社が傾くとかありますよ。本当にそういったものにチャレンジできる会社ってもう、本当限られちゃってるのかなと思いますよね。悲しいながら。確かに本当に開発資金がすごい必要になっちゃったなーって感じます。かつてはね、まあドラゴンクエストとか見てもらえばわかりますけど、一時期というかファミコン版ですよね。1、2、3っていうのは毎年出てましたよ。毎年。ちなみに1と2って半年ぐらいですよね。半年ちょっと。半年ちょっとでもう2が出てます。で、3がその1年後ぐらいですよね。4が少し空いて2年後と。それでも2年ですよ。新作が。最新作がね。まあそのぐらいこう、短いスパンでポンポンポンと出せた時代と比べれば、現在はね、まあ、HD グラフィックスとか、まあ 3D になってますし、もうサウンドもね、ピコピコ音じゃないので、なんでしょう、その道のプロが作ってますからね。金もかかるし、時間もかかるわけですよ。そういうのを考えると、よく考えると、ソフトの、ね、値段って、あんまり変わってないですよね。変わってないというか、下げられましたよね。ファミコンってだいたい5000円ぐらいでしょ？後半はもっと高かったよね。7000いくらとか、下手すると8000円とか出てました。スーパーファミコンも7、8000円でスタートして、後半にはもう1万円超えとかですよね。まあメディアも変わってるっていうのもあるんですけど、とにかく規模が全然違うのに、今も値段どうでしょう。任天堂ソフトだと、まあ5000、6000円ぐらいが主流ですよね。まあ任天堂は金あるし、ある程度売れるからいいんですけど、まあ一般サードなんかはね、本当に一本一本に命かけてやってると思います。だからどうしてもね、確実性のある復刻っていうのはね、まあしょうがない面もありますよね。そういった意味ではね、なかなかこう新しいものが生まれる土壌が減っちゃったなぁと思っていて、ちょっとね先行き心配してるわけなんですよ。まあこの辺ね、皆さんのこう意見というかアイディアっていうのかなよくわかんないけど、うん、いろいろあると思いますよ。復刻は復刻でね、いいと思います。いいんですが、それだけでええのかなというのがね、ふと感じたところですよ。このね、スノーブラザーズを買って、ただスノーブラザーズ面白かった。名前だけしてたんですよ。なんか名前だけしてて、いつの間にか超プレミアになってて高くて、まあ買おうとは思わなかったんですけど、高えなと思ってて、でなんとなく復刻版が出てたんですよね。で買ってみてゲームしてみたらめちゃくちゃ面白いじゃんって感じ。昨日結構ね、やり込んじゃって、非常に面白いと。だから、そういった意味ではね、新しい開拓もできますよね。できます。ただ、これがぐわっと広がるかっていうと、あんまり広がんないのかな。わあ、面白い。懐かしいで終わっちゃってる感じもしますね。あとね、バーチャルコンソールなんかもそうだと思うんですよ。非常にこう、いいシステムだなと思うんですけど、だからといって、まあ自分のね、息子見てても思いますけど、バーチャルコンソールにめちゃくちゃ目をキラキラさせるかというと、なかなかそこまで至らないんですよね。やっぱりまだわかんないし、そもそも今のゲームのがいいと言いますよ、やっぱり。非常に丁寧に作られてますからね。で、バーチャルコンソールって、まあ500円ぐらいから、まあ高くて1000円ぐらいじゃないですか。やっぱりなかなかね、儲かんないみたいですよね。我々が思ってるほど儲からない。コストかかる割には、ほんと薄利。ソフトによっては赤字とか、よく聞きますので。やっぱりね、声は大きいんですけど、思ったよりも売れないというのが、一番の悩みっぽいですよね。で、実際、任天堂のスイッチでは、バーチャルコンソールではなく、まあ、サブスク形式のね、スイッチオンライン、ファミコンだ、スーパーファミコンだ、メガドライブだ、64になっちゃっていますよね。で、やっぱり向こうで管理したいんでしょうね。一括で。ちまちまこう、決済とかあると、
おそらくめんどくさい、メンテナンスも大変とかあるんでしょう。そういった意味でね、一見こう盛り上がってるようなんですが、メーカーにとってはあんまりうまみのないレトロブームというんでしょうかね。まあその辺うまく回収できるシステムができればいいんですけど、なかなか現状ないのか何なのかといった感じであります。けれどね、やっぱり日本から、まあ日本から生まれたわけじゃないですけど、日本がね世界的に火付け役だったと思いますよ、テレビゲームなんかはね。うん、本当に一時期死にかけてたものを復活させて、まあ今現在ゲームはね、テレビゲームはなくてはならないまではいかないと思いますけど、まあ主流の遊びになってますんで、そういった意味ではね頑張っていただきたいと思います。ということで、レトロゲーム、復刻の功罪でした。ではまた。